自分そっくりなやつがこの世にいるなんて、こんな出来損ないを作ったやつはただじゃんだね。こいつを片付けた後で必ず見つけ出してあの世に送ってやる。だが腐っても俺の苦労さあ、本物の強さってのたっぷり教えてやるよ。Woo!
Okay.
この牛も協力してもらおう。
最強のものだが、さ、これがリンクの影響のものなのか。確かにその強さの秘密、しばらくお前を。体だというのに、そもそも貴様の戦いには無駄が多い。様子を見ているつもりかもしれんが、俺の体でカカロットのような戦いをするな。手を抜くということは、それだけ自分に隙を作るということだ。それを肝に銘じておけ。いいな。どうやらお前は戦いの経験がほとんど。カカロットやピッコロなら戦い方を教える。俺はそんなに甘くはない。強くなりたいなら自分自身の力で強く。今は俺にリンクしているのだから、それだけでも有利になるだろう。ただし俺の体を使う以上。
フリーザ、まさかお前と手を組むことになるとはな。手を組む？おかしなことを言いますね。ただのナメック星人であるあなたにそれだけの価値があるとでも？なんだと？この間あなたがしたことといえば孫悟空の息子の盾になったくらいでしょ。今回もあの息子の盾になって犬死にするのがオチです。残念だったな。俺も今回はただ守るだけに徹する気はないぞ。ほう、ようやく見捨てる気になりましたか。使えないゴミがいても。逆だろ。あいつは守ってやらなくても一人で何とでもできる。そうなるように鍛え直したからな。だからなんだというのです？あなたごときの特訓で強くなるとでも？あいつとは付き合いも長いからな。いずれお前にも分かる。ご飯だけじゃない、俺自身も腕を上げていく。指定愛アピールも口先だけの腕自慢も結構です。それでも強いと言い張りたいなら今この場で証明なさい。存分に見せてやるぜ。
やはりクローンなどでは物足りんな。もはや他にクローンの気は感じられん。今のが最後のクローンだろう。ん？それじゃいよいよ21号も現れる。貴様ら！もっと緊張感を持たない。こいつらに何を言っても無駄だ。この私を待たせるとはいい度胸ですね。フリーザ21号ようやく現れたな。あんたたち、よくも思ってた以上に怒ってるな。機嫌が良かろうが悪かろうが、奴を倒すことに変わりはない。やるぞ。奴をそのままにしておけない。やる気があるのは結構だな。そんなふうに言ってんけど、おめえだってやる気だろ。当然だ。そう来なくちゃ。うるさい、うるさい、うるさい。私の邪魔をする奴は許さない。許さない。それはこちらのセリフです。